今日は紅茶のシフォンケーキを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日は紅茶のシフォンケーキを作りたいと思います。はい、ということで今回は紅茶の香り高いふわふわで美味しいシフォンケーキを作っていきます。紅茶の香りをより強くする方法と生地の作り方や、あとは焼く時にもいろいろポイントがあります。ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。卵、薄力粉、お砂糖、サラダ油、お水、牛乳、紅茶のティーバッグ。今回はこちらの材料で作っていきます。卵のサイズは L サイズを使用してください。そしてですね、今回水分計はお水と牛乳を加えます。これはですね、牛乳だけでもお水だけでもどちらでもいいんですけれども、お水に少し牛乳を加えることでコクがアップします。さらに牛乳だけだとね、ちょっとずっしりとした感じのシフォンケーキになるんですけれども、お水を使っていただくとその分ふわっとした仕上がりになります。そして今回使用する紅茶のティーバッグはこちら、アールグレーを使っていきます。こちらはお好みの茶葉を使っていただいて OK です。そしてこちらのサラダ油なんですけれども、お好みで米油を使っていただいても OK です。オリーブオイルだとちょっと香りが強いので、香りに癖のない油を使っていただくのがおすすめです。そして今回はこちら、100円ショップに売っている紙素材のシフォンケーキ型を使っていきます。こちら直径15センチの5号サイズです。こちらを使用していきます。でね、これは私はですね、100円ショップのキャンドゥさんで購入しました。ダイソーさんでもね、同じような型が売ってるのでチェックしてみてください。ということで早速こちらの材料で作っていきます。それでは早速作っていきます。まず今回はですね、紅茶のティーバッグを2つ使います。で、1つはそのまま使って、もう1つは紅茶を抽出してから使います。そうすることでより香り高いシフォンケーキに仕上がります。ではこちらね、紅茶のティーバッグの口を開けて器の中に入れます。そしてこの中にお水を加えます。で、そしたら一度ね、これを混ぜて、でこちらをですね、電子レンジ 600W で30秒加熱します。30秒温めました。そしたらもう一度よく混ぜます。これで OK です。こちらは使うまでこのまま置いておきましょう。それでは続いて卵を白身と黄身に分けます。で、卵白はですね、泡立てるので大きめのボウルに入れるようにしてください。では割り入れます。で、こちらに卵黄を入れましょう。はい、このように分けてください。で、こちらの卵白は後で泡立てるので、それまで冷蔵庫で冷やしておきましょう。それでは続いて卵黄生地を作っていきます。まず卵黄にお砂糖を半分加えます。で、加えたらまず軽く混ぜましょう。で、卵黄にお砂糖を加えた後、そのままにしておくと塊ができてしまいますので、お砂糖を加えたらまずね、手早く混ぜてください。で、そしたら今度はですね、ハンドミキサーで白っぽくなるまで泡立てていきます。はい、今1分泡立てました。このように白っぽくなってもったりすれば OK です。で、こちらの羽はですね、次に卵白を泡立てる時に使いますので、しっかりと洗剤できれいに洗って水分を拭き取っておいてください。そしたら続いてこちらにサラダ油を加えます。そして混ぜましょう。はい、このようによく混ざれば OK です。それでは続いてここに先ほど抽出しておいた紅茶を入れます。こちら茶葉ごと入れてください。で、あとね、もう一つはそのまま入れましょう。そしてここに牛乳も加えます。そしてこちらを手早く混ぜてください。はい、 OK です。では続いてここに薄力粉をふるって加えます。そしてこちらをよく混ぜましょう。はい、これで OK です。薄力粉はダマにならないように混ぜてください。卵黄生地はこれで OK です。それでは続いて卵白を泡立てていきます。で、このタイミングでオーブンを170度に予熱し始めてください。それではですね、まだ何も入れてない状態でハンドミキサーの高速で30秒泡立てます。は
い、今30秒泡立てました。で、30秒泡立てるとこのようにね、ちょっと粗っぽい泡が立ちます。そしたらここにお砂糖をまずね半分加えてください。そしてまた同じようにハンドミキサーの高速で30秒泡立てます。はい、今30秒泡立てました。そうするとね、このようにだんだん角が立ってきます。そしたら残りのお砂糖を加えます。そしてまた同じようにハンドミキサーの高速で30秒泡立てます。はい、泡立ちました。先ほどよりもね、かなりピンと角が立ってます。それでは最後仕上げに低速で1分泡立てます。はい、1分泡立てました。そうするとね、見ていただくと分かると思うんですけれども、先ほどよりもキメの細かいメレンゲになって、さらにツヤも出てきます。メレンゲはこれで OK です。ではこちらの2つの生地を合わせていきます。まず作ったこのメレンゲを一すくい、こちらの卵黄の生地に入れます。そしてこちらを泡立て器で混ぜます。1回目はこのように2つの生地をなじませるイメージでしっかり混ぜていただいて OK です。はい、でこのように卵白の塊がなくなるまで混ぜてください。生地の硬さはこのぐらいです。タラタラタラーとつながって流れるぐらいですね。ではね、もう一すくい入れます。で、2回目からはホイッパーを使ってふわっと混ぜていきます。こうやってね、ホイッパーとボールを回しながら混ぜると綺麗に混ざります。はい、それでは最後はこちらのメレンゲのボールの方に生地を移し替えます。そうすることで混ぜムラがなくなります。それでは最後はゴムベラに持ち替えて、ふわっとね、下から生地を持ち上げるように混ぜていきます。で、この時もね、ボールを回しながらやるとやりやすいと思います。メレンゲのね、塊ができないようにこうやってたまに切りながら混ぜてください。このようにメレンゲの塊がなくなれば OK です。それではこちらの型に生地を流し入れていきます。まずこちら側に生地の半分を入れます。で、半分入れたらこれをくるっと回転させて、反対側からも生地を流し入れましょう。はい、このように入れました。で、そしたら竹串などを使ってぐるぐるぐるっと回します。そうするとね、表面が平らになってきます。はい、OK です。それではこちらのシフォンケーキを170度に予熱したオーブンで7分ほどまず焼いていきます。トータル30分焼いていきます。7分焼いたら一度取り出して4箇所切れ込みを入れます。そうすることでふっくら綺麗に焼き上がります。それではまず7分焼いていきます。今7分経ちました。このようにね、表面に膜が張るぐらいまで焼けたら取り出します。そしたら素早く4方向に切れ込みを入れます。中心から外側に切れ込みを入れます。はい、このように素早く4箇所に切れ込みを入れてください。それでは残り23分、同じ170度のオーブンで焼いていきます。綺麗に焼き上がりました。美味しそうですね。それではですね、今から冷ましていきます。冷ます時はですね、こういったペットボトルかまたはワインの瓶などを用意してください。で、この上にですね、こちらを逆さにしてこんな感じで置きます。横から見るとこんな感じです。このように必ず逆さまにして冷ますようにしてください。ではこのままね、しっかり冷ましたいと思います。シフォンケーキが冷めました。こんな感じでね、ふわふわに仕上がってます。それでは型から取り出します。このね、100円ショップで買った型は紙をね、ペリペリペリと剥がせるのでとても便利です。ではね、剥がしていきます。ここにね、切り口がついてるのでそれ通りにね、剥がしていきます。こんな感じでね、ペリペリペリと剥がします。はい、こんな感じです。くるっと返して、で、そこの部分をペリペリと剥がします。で、あとはこのね、筒の部分もちょっとね、こうやって剥がして、で、取ります。このようにふわふわで美味しそうに仕上がりました。これで完成です。はい、これでふわふわのシフォンケーキの完成です。こんな感じに仕上がりました。ふわふわに仕上がってます。それでは切りたいと思います。はい、このようにふわふわに仕上がってます。それでは早速いただきたいと思います。フォークを入れた時にシュワッと音がしますね。ではいただきます。
うん、口の中に入れた瞬間に紅茶の香りがふわっと広がってすっごく美味しいです。そしてとにかくふわふわです。美味しい。甘さもちょうどいいですね。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回の紅茶のシフォンケーキのポイントです。まずですね、紅茶の茶葉は今回ね2パック使いました。で、この片方の1パックは茶葉を出して紅茶を抽出してください。そうすることでより紅茶の香りが高まってとても美味しいシフォンケーキに仕上がります。そしてですね、生地を混ぜる時のポイントなんですけれども、卵黄の生地はふわっとね泡立てるようなイメージでダマができないようにしっかり混ぜるようにしてください。そして卵白はきちんとね角がピンと立つぐらいまでしっかり泡立ててください。最初からお砂糖を加えてしまうと泡立ちにくくなってしまいますので、最初ね少し泡立ててからその後お砂糖を2回に分けて加えるようにしてください。そして焼く時のポイントです。焼く時はですね、まず表面に少しね薄く膜が張るぐらいまで一度焼いてください。表面に膜が張ってきたなと思ったら一度取り出していただいて4箇所に切れ込みを入れてください。そうすることでとても綺麗にふわっと焼き上がります。そして焼き上がった後なんですけれども、必ず瓶とかあとはペットボトルなどを使って逆さまにして冷ますようにしてください。そのままの状態にしておくとかなりねしぼんでしまいます。なのでね、やけどしないように素早く逆さにしてください。で、しっかり冷めたらあとは型から外して食べやすい大きさに切って召し上がってください。今回ですね、私は100円ショップに売っている15センチのシフォンケーキ型を使いました。こちらのね紙のシフォン型は結構ね使いやすいので、ぜひ皆さんもチェックしてみてください。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ふわふわでとても美味しいので、ぜひ作ってみてください。はい、ということで今日は紅茶のシフォンケーキを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、Instagram、Facebook、TikTok、 こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。